ガーデービーが戦争部隊を連れウライユールを立ったようです。動いたか。アンドラゴラス王でさえ正面から戦おうとしなかった戦争部隊。他にもご報告が。ラジェンドラの軍がガーデービー軍の背後に回ったと。殿下、どうも私が考えていた状況の中で最もバカバカしい事態になったようです。なぜだ。これで私たちが進軍すれば挟み撃ちになる。戦術的には有利なのではないか。いいえ、ガーデービー軍はこちらより圧倒的に多数です。この場合挟み撃ちは意味をなしません。むしろ我らもラジェンドラ殿の側に回り込んだ方がよろしいかと。急がねば、ラジェンドラ王子が危ないな。こうしてはいられない。すぐ救援に向かおう。似合いもしない白馬から降りて土下座すれば命だけは助けてやろう。下船の者でありながら王位を狙う身の程知らずが。はっ、血統から言えばはるか優位なのに父は貴様を正式な王太子としなかった。それは貴様自身が俺より身劣りするからよ。叩き潰せ。報告、ラジェンドラ軍とガーデービー軍が交戦中。ラジェンドラ軍が押されている模様です。やはりラジェンドラ殿。ラジェンドラ殿が危ない。ナルティス、急いで助けに行こう。ならばラジェンドラ殿を狙う敵の根元から何とかせねばなりません。しかし直接助けつとも大丈夫だろうか。殿下ご安心。ギーブとファランギース殿、王子を守りに行くよう命じております。あれを壊せば敵の進軍路が立てそうです。俺と会ったのが運の月だ。お見事です。敵の勢いを弱まりましょう。貴様ら何をやっている。早くラジェンドラを始末するんだ。新手か。ラジェンドラ殿、あの大軍は支えきれません。我々で止め敵の勢いをくじきましょう。今日のところは引いてやる。殿下、お強くなられましたな。この打竜、どこまでもついてまいりますぞ。お前はここで終わりだ。
アルスラーン殿下、ご無事でいらっしゃいますか？アルスラーンド、いや助かった。一体どうやってここまで？ちょっと飛んでまいりました。もう少し早く参上するつもりでしたが。お前などに負けはせぬぞ。敵の勢いはかなり弱まった。ラジェンドラ殿も軍を立て直せよう。報告します。ガーデービー軍の先導部隊が到来しました。殿下、お逃げください。ここは私とダリューにお任せを。分かった、よろしく頼む。先導部隊をパルス軍に叩きつけろ。先導を従えてガーデービー王子のお出ましか。あやつを撃たれ、まずは戦争をどうにかせねばな。このままではガデビーに近寄ることもできる。今兵器をエラムに用意させている。それまで奴らを食い止めてくれ。簡単に言ってくれる。ナルサ様、お待たせしました。兵器を動かす準備に入ります。ガーデービーとラジェンドラの大い争いは考えさせられるものがあるな。アルスラン殿下とヒルガス王子の争いは重なって見える。ああ、いずれ殿下はヒルガス王子と対することになる。一体どのような道を選ばれるのか。その時には再び殿下の器が問われることになるだろうな。ゾウは寒さに弱かったはず。なぜあそこまで動けるのか。薬物でも使っているのだろう。ゾウどもを興奮させ戦わせるため。ゾウの勢い、まさに当たるべからず。逆にあの突進をいなし、壁や柱にぶつけたはどうだ。もともとゾウとは小回りの利かぬ動物。薬物で興奮しているとなればなおさらだ。なんて硬い皮膚だ。力押しは通じるな。いいぞ、奴らお主の動きに対応できてる。生きてさえいれば雪辱の機会もあろう。お主の武勇と俺の策略があれば怖いものはない。そうだ、戦争相手に負けるな。さすがはダリューンだ。お主の武勇と俺の策略があれば怖いものだ。そうだ、ダリューン。
これをやろう、自由。パルス随一の勇者と不要かもしれぬがな。ナルサ様、準備が整いました。よし、これで戦争部隊は終わりだ。放て！象の厚い皮膚に細い矢は通りにくい。だが勢いのついた槍でなら貫ける。おお、逃げろ！上々の出来栄えだな。さあ、反攻に出るぞ。ガーデービーへの道が開いた。今こそ死ぬせ。はっ、やつを倒し、この戦いを終わらせてまいります。デビー王子だな。象を寄せろ。奴を踏み潰せ。負けるなどあってはならぬ。殿下があの者をお助けになるのはこれで二度目でございます。あの者に恩を感じる心があればよろしゅうございますが。さあ、役立たずどもめが。そもそも貴様がグジャラートで失敗していなければこんなことにはならなかったのだ。申し訳ございません。マヘンドラ、打開策を考えろ。これ以上の敗北は許さん。承知しております。なぜこうなるのだ。ガーデービー様は他人に対して慈悲がなさすぎる。あれでは進化の心が離れていくばかりだ。わしは補佐する相手を間違ったのかもしれんの。閣下、急報です。国王陛下が目を覚まされました。父上。おお、ガデビか。よくぞお元気になってくださいました。
そなたも元気そうで何よりじゃ。ラジェンドラも呼んできてくれ。あやつの顔も見たい。そのことでございます。弟が私を殺し王位を奪おうとしているのです。何？ラジェンドラは自分に従う兵士を集め、今もこの都に攻め入ろうとしています。どうか父上、争いを止めるため奴に中罰を与え、私を正式に次期国王に。お方、見苦しい兄弟喧嘩をしておるといったところじゃろう。まったくお主らは。ですが父上。わしは知恵に限りあるみ。お主たちのどちらが正しいか、情けないことに見当がつかぬ。神前決闘によって我が後継者を定めることとする。神前決闘？それは一体？神前決闘とはシンドゥラ国における特殊な裁判法と聞きます。争う2名が武器を取って決闘し、その勝者を神々の名において正義と認めるという。うん、その通りだ。つまり俺とガーデービーが1対1で戦い、勝った方が次期国王となる。シンドゥラの王様はよっぽど自分で責任を取るのがお嫌いらしいな。結局は神に判断を押し付けるだけか。私もただ勝った方が正しいというやり方はおかしいと思う。まこと殿下のおっしゃる通りでございます。しかし神前決闘にも利点があります。犠牲者がたった一人で済むことです。この神前決闘だが、代理人に戦わせることもできる。そこで折り入って頼みがあるのだが、ダリューン卿に俺の代理人として戦ってもらいたいのだ。は？は？俺はダリューン卿にシンドゥラ国と俺の命運を委ねることにした。心よく引き受けてもらえればありがたい。迷惑ですな。まさか決闘に勝つ自信がないというのではあるまいな。ご解釈はお好きなように。私はアルスラーン殿下の臣下。殿下のご命令がない限り、どのようなご用もお引き受けできぬ。我がシンドゥラをガーデービーの好きにさせるわけにはいかない。身勝手な話かもしれないが、アルスラーン殿、どうか俺に力を貸してくれぬか。わかりました。ダリュン、お主に頼めるだろうか。殿下のご命令とあれば。ラジェンドラ殿、あのバハーデルという男はよほど強いのでしょうか。いや、ダリューン卿には到底及ばぬよ。これよりシンドラ次期国王位をかけて神前決闘を行う。この結果は神聖にして不可侵なるものなれば、両者とも異を唱えることあるべからず。では始めよう。何？いいぞバハーデル、いまいましいパルスの犬めを早く葬るのだ。あの男はサメと同じだ。痛みを感じるということがないのだ。あなたそれを知っていてダリューンを神前決闘の代理人に選んだのか。落ち着けアルスラン殿。落ち着いてなどいられない。もしダリューンがあの怪物に殺されでもしたら、パルスの神々に誓ってあの怪物とあなたの首を並べてここの城門にかけてやる。落ち着きなされパルスのお客人。ガーデービーが神前決闘の代理人を選んだのはラジェンドラより後のことじゃ。お客人の部下は無双の勇者とか、か
勝てる者はおらぬか考えあぐねての人選であろう。それほど敵から恐れられる部下を御主君は信じておやりなされ。ダリュン、殿下のため誰が相手であろうと負けはせぬ。少しは我慢しろよ。すぐに死んだらつまらねえ。体躯は巨大だが動きは緩慢だ。うまくひるませれば勝機がつかめるかもしれんと。ジャッカルか、あの石柱当てればさすがのやつもひるむだろうか。逃がしはせぬ。これでしまいだ。痛くもかゆくもねえな。ダリュン、負けるな。父上、パルス、の王太子などと言いながら先の取り乱しへ。見苦しいことでございますな。そなたがあの王子の半分でもよい。部下を大事に思う人間であればよかった。そうすればわしはそなたをとっくに王太子に定めていたであろう。心得ております、父上。だとよいのだがな。まるで獣だな。私はせぬ。これでしまいだ。ダリューンの勝ち、すなわちラジェンドラの勝ちじゃ。あらゆる神々も昇乱あれ、次の国王はラジェンドラに定まった。認めんぞ。認めるものか。ガーデービー、不信心者よ。神々の裁きに対して異を唱えるのか。神々が間違っている。シンデラの王位は俺のものだ。貴様血迷ったか。者ども、ラジェンドラを殺せ。ラジェンドラを殺せ。パルスの奴らも殺してしまえ。絶対にここから逃がすな。ここにいてはまずい。アルスラン殿、ここは一旦脱出し体勢を立て直そう。安全に出られる門は南門だけだ。ここを抜けて脱出するぞ。ひれ伏せ。俺はシンドラの次期国王ガーデービーだぞ。門を閉じろ。奴らを逃がすな。塞がれてしまった。
ラジェンドラ殿、他に道は？決闘場を迂回すれば俺の部下が守る門がある。外壁を伝っていくぞ。ラジェンドラ様、よくぞご無事で。俺のことはいい。それより父上、王を急ぎ保護するのだ。その後兵をかき集め、ガーデービーとの戦いに備えよ。はっ、承知しました。何を使っても構わん。奴らを殺せ。ガーデービー様、お願いいたします。もうおやめくだされ。やかましい。もはや貴様など頼りにせぬ。シンデラの王位は俺のものだ。殿下は私が必ずお守りいたします。仕込められたか。家族も襲い来る敵を倒すしかあるまい。無事にここを出られればよいか。俺とやろうってのか。アルスラン殿、実にお見事。友として、心の兄弟として、俺も鼻が高いぞ。お主が扉を開けてくれたのか。ありがとう。これはシンドラの神聖なる決闘。他国の王族に何かあれば我が国の恥になります。ですがこれ以上の手助けはできません。ここから先は自力でどうにかなさいませ。ガーデービーの入った妙な気がするな。まあおかげで道は開けた。停車始め。敵軍に大打撃を与えてやれ。どれだけ兵を潜ませているのだガーデービーめ。外壁から向こう側に行くしかあるまい。くそ、叶わなかったか。我が心の兄弟よ、共に戦おうではないか。ラジェンドラ様、カリカーラ王は我らが保護しました。兵を投入する準備も整っております。ご命令を。よくやった。もう案ずることは何もない。反撃に転じ、ガーデービーを撃つ。これはこのままでは。ダリーンは皆は無事でしょうか。ガーデービーの兵に同じように襲われているだろうな。だがアルスラン殿の部下は皆強い。むしろ一番死ぬ危険が高いのは俺たちであろうよ。役に立たない奴らめ。頼んだ。俺が直接手を下してやる。このようなところで戦争だと。ガーデービーめ、何を考えておる。ガーデービーさえ倒せば戦いは終わり。城に巻き込まれるには奴だけを狙えばよい。ひれ伏せ。俺はシンドラの次期国王ガーデービーだぞ。アザイル頼んだよ。
負けるなどあってはならぬ。アルスラーン殿、実にお見事。友として、心の兄弟として、俺も鼻が高いぞ。ところで捕まるものか。無駄なこと。我が兵による包囲は万全。逃げたとてすぐ捕まることだろう。俺は認めんぞ。撤退して再起を図る。ガーデービー様、神の決議に異議を唱えることがあってはなりませぬ。どうか覚悟を決めなさいませ。貴様、いたぞ、ガーデービー王子を捕らえよう。放せ。マヘンドラ様。悲しむな。わしは使える主君を誤った。愚か者にふさわしい最後を遂げるのだ。ジャスワントよ、お前には何も報いてやれなかった。お前は道を違えるな。そんな。剣を収めよ。この戦いはお主らの国の行く末を決める神聖なものではなかったのか。命を懸けて戦ったバハードルの名誉さえも無駄にするというのか。ソラセーナに、ソラセーナに、ソラセーナに。ガーデービーは真意と勅命とに共に背いた。奴のためにこれ以上戦えば大逆罪の共犯となるぞ。パルス暦321年2月、シンドラの王位をかけた神前決闘はダリウンの勝利に終わり、次期国王は第二王子ラジェンドラに定まった。世襲宰相マヘンドラは決闘場での戦いに巻き込まれて死亡。そして病が悪化したカリカーラ2世逝去する。一方、真意と勅命とに背いたガーデービーは軽視。シンドラはラジェンドラを国王とし、新たな道を歩み始める。アルスラーン殿、なるほど、あなたの口利きで解放されたのですね。ああ、お主の身柄は私が預からせてもらった。感謝するべきなのでしょうね。ジャスワント、これからどうするつもりなのだ。さて、どうしましょうか。もはやこの国に私の居場所はありませぬ。実はな、私もお主と同じなのだ。同じ？私の父上と母上は本当の両親ではないらしい。私はパルスの王子なんて偉い身分ではないのかもしれないのだ。だがダリューンやナルサスたちはそれでもついてきてくれる。私はその思いに応えたいと思っている。お主も一緒に来てはくれないだろうか。あなたは。そこがお主の新しい居場所になればいい、そう思っている。